はい、こんにちは。一般社団法人パイコン JP アソシエーションの鈴木貴則です。今日はパイコンエ a パック2023スポンサーインタビューということで、いろいろなスポンサーさんにどんなことをやるのかっていうのを聞いていきたいと思います。ということで、今日の、今日はですね、変化株式会社の郡司直子さんに来てもらいました。郡司さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。 それではですね、早速一つ目の質問なんですけど、まずは、御社がどういったことをやっているのかとか、ご自身がその中でどんな役割なのか、といったことについて教えてもらえますか。はい。改めまして、変化株式会社の軍司と申します。変化は、変化ワンをはじめとした、クラウドサービスの開発提供している会社でして、えー、っと、パイコンとは、まあまあ、多分10年くらいの付き合いになるかなと思います。 えっと、私自身はですね、ヘンゲの開発部門の中で、人事関連業務や、社内外の、こういったイベントの企画とか、運営を担当しております。で、えっと、p y c o JP の方は、2020年から、えっと、社内の担当しております。今日はよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。そうですね。PyCon JP とも、まあ、結構つながりがあるんですけれども、そんなヘンゲさんがパイコンエ APAC を、あ、次の質問ですけど、そのヘンゲさんが、パイコンエ APAC をスポンサーしている目的は、どういったところにあるんですか そうですね。いくつか理由はあるんですが、まあ一つ大きなものとがあるとすると、もともとどっちかっていうと、オープンソースの、まあコミュニティの活動を支援したいみたいなのがありまして、えー、っと、まあ我々も実際そのオープンソースの、まあプロジェクトを持っていたりとか、その外にあるプロジェクトの恩恵なんかを受けているので、まあなんか一つ恩返しの機会に、パン、あの、パイコン APAC をまあスポンサーしてるっていうのは、まあ APAC とか JP 含めて理由としてあるかなと思います。 で、さっきもちらっとお話ししたんですが、えっと、ちょっと遡って見てみたら、2013年頃からあの国内外のパイコンのスポンサーさせていただいてまして、で、まあ、せっかく APAC で、あの、結構今年もまだ大きくなるのかなと思ったので、今回もスポンサーさせていただいたっていうのがあります。で、えっと、もちろんですね、エンジニアの皆さんの間でのその変化の知名度の向上とか、その国内外のエンジニアの方々とのまあ設定づくりとか、 そういったことも、まあ、できればいいな、というのが実は、まあ、もちろん目的としてはあって、で、実際に、海外のパイコンのきっかけに入社したエンジニアの方も、まあ、実際いらっしゃるので、まあ、何かそういったご縁もあるといいな、という、ちょっと、裏の、あの、気持ちもありつつ、今回もスポンサーさせていただいてます。はい。ありがとうございます。そうですね。継続的に、あの、サポートしていただいて、そういって、まあ、コミュニティへの還元っていうのを考えてもらっているのかなと思ってます。ありがとうございます。ではですね、その、今、 お話の中でエンジニアが中に入って、そこのパイコンをきっかけにってお話ありましたけれども、そういったエンジニアの皆さんとかが、実際に御社の中で Python をどういうふうに業務で使っているんですかっていうのが次の質問です。そうですね。あの、すべてのバックエンドが Python というわけではないんですけれども、あの、弊社の今、あの、先ほどの紹介の時にお話ししたヘンゲワンっていうプロダクトなんかだと、ちょうどサービスの開発のバックエンドは、あの、Python があのメインで使われて、 おります。でえっ、ー、とですね、Python のエンジニアももちろんその調校する側とそのブースのお手伝いで結構参加するので、どういうふうに使ってるのとか実際開発どんな感じなのみたいなお話はあのブースでもさせていただけるかなと思ってます。ありがとうございます。結構あれですかね、バックエンドは Python っていうだけっていうわけでもなくて結構いろんな言語とか使われてるって感じなんですかね。 そうですね。まあ、これはちょっと若干、あのー、思想の問題にもなってくるので、あの、ご覧がね、<laughs> ご覧の方がっていうあのメンバーもいたりするので、あの、そこは、その厳密に、あの、上から縛らず、あの、自分たちがそのプロダクトとかそのサービスに合ったものを、あの、選択して開発に用いていくみたいなことを、あの、変儀ではしています。 はい。まあ、全然普通にいい感じの使われ方かなと思、はいね、って思います。パイソン縛りでみたいな話ができればちょっとかっこよかったんですけど、そんなわけはないので、<laughs> はい。そこはあの正直にお話ししておきます。私的には、まあ、パイソン使ってる人はあんまりそういうの気にしないかなっていう雰囲気を感じて<笑><笑>適材適所が大事だよね、みたいな感じがあるかなと思っております。よかったです。はい。はい では、次の質問ですけれども、先ほどあの、ブースにもエンジニアが来ますよ、みたいな話あったと思うんですけれども、今回そのパイコン n a ックのところに、まあ、企業スポンサーとして企業ブースを出されると思います。今回、ブースにはどういった人に来てほしいと考えられていますか えっと、そうですね。まあ、先ほどお話しした通り、あの、エンジニアとか、まあ、私含めた人事関係のメンバーが何人かいるので、まあ、プロダクトとか開発に関わるお話もそうですし、あとはその、まあ、弊社ちょうどファイソンのエンジニアとか、インターンシップの募集もしてますので、そういったものにあの、興味がある方に来ていただきたいな、と思っているのと、あと、 こっそり、あの、毎年ノベルティ楽しみにしていただいてるっていう方がいらっしゃったりするので、あの、今年は変化のノベルティ、どんなものがあるんだろうって気になる方にもぜひ来ていただけたらなと思います。今年もまた、あの、パイコン用に作りましたので、いろんな方に来ていただけると嬉しいです。ありがとうございます。あの、広くいろんな人に来てほしいっていうところと、まあ、ノベルティが楽しみにして、ね、ということで、あの、自らハードルを上げるスタイルで来ています。 実際去年その、もらったけど今年も来ましたみたいな方がいらっしゃって。なので、あ、リピーターがいるっていうのをちょっとこう、励みにしてまは。なる,なるほど、なるほど。は。はい。あ、なるほど。じゃあブースに来た人にそういうことを言ってもらえると、なんか良さそうですね。去年のあれも持ってますよ、みたいな。ね、あの、あの担当者としてはあの嬉しいですね。覚えてていただけてるので、はい。ありがとうございます。はい。 では、質問としては以上なんですけれども、最後にあの、このビデオを見てる、これからパイコンエパック行こうかなって考えている人だったり、まあ実際にパイコンエパック2 0 2 3に来る人に向けて何かメッセージはありますかえっと、最後にですね、あの、弊社ブースも出すんですが、スプリントのスポンサーも今年久しぶりにさせていただけることになりましたので、えー 当日、ですねあの弊社のオフィスでスプリントのイベントさせていただくことになりましたので、あのスプリントのほうもあの当日オフィスでお待ちしておりますということだけお伝えさせてください。はい、一応補足しておくと、スプリントというのはカンファレンスの後にですね、えー、日曜日かなに開催されるんですけども、みんなでこう集まって開発しましょうというイベントですね。それをヘンゲさんのオフィスでやるということで、ぜひ私も参加しますし、あの皆さん参加してくれるといいなと思います。はいはい、というわけで 今日はヘンさんにインタビューしました。藤井さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。